でしょ。それでよくわからないから画面をよく見ないで電話の相手の言うままに操作をしちゃうの。それでお金を取られちゃうんです。いいですか。ポイント2、 ATM って言われたら詐欺だと思うこと。ねえお母さん、私たちがいなかったら ATM に行ってたでしょう。そうね。それから次が一番大切なポイントなんです。皆さんもしっかり覚えておいてください。ポイント3、焦って動く前にまず相談をすること。早く早く急いでって言われた時ほど一旦落ち着いて身近な人や警察に相談をするように注意してみてください。それじゃあもう一度3人でポイントの復習をしましょう。まずはポイント1、突然お金についての電話が来たら注意して電話番号を調べること。ポイント2、 ATM って言われたら詐欺だと思うこと。ポイント3、焦って動く前にまず相談をすること。皆さんの心構えとしては一旦落ち着いて身近な人に相談をするように注意してみてください。それに皆さんのお住まいの近くにはこうしたトラブルについて相談ができる消費生活センターが県内20カ所もありますよ。そして警察には振込詐欺防止ホットラインというのがあって24時間いつでも振込詐欺の相談を受け付けてくれるんだって。最近では夜中でも詐欺の電話がかかってくることがあるらしいから助かるね。やっぱり一人で抱え込まないことが大切なんだね。こういったチラシ等を電話のところに貼っておくのもいいですね。こういったグッズもうまく使って被害を防いでもらいたいです。皆さんのお席に置いてあります封筒の中にはこういったチラシやポスター、それから被害に遭われた方の手記も入っています。ぜひ見てみてください。被害に遭われる方が少しでも減るように。今日は赤木団メンバーによる還付金詐欺に気をつけてでした。どうもありがとうございました。